ガストルニツは、新生代古代産期後期赤月新生から死神世にかけて生息した、絶滅した巨大な地上歩行性の飛べない鳥の属。本属は3、4種の明確な種が含まれていると考えられており、西部から中央ヨーロッパにかけて不完全な化石が発見されている。より完全な標本は北アメリカの第4の種で、この種はかつて、 ディアトリマという独立した属として分類されていた。ディアトリマはガストルニスの別の種に非常に似ているため、今日ではこれもガストルニス属に含めるべきだと、数多くの科学者が考えており、現在ディアトリマの学名は積極的に用いられていない。他に、同様に以前は自身の属に分類されていた第5の種が、中華人民共和国から知られている。 翼は退化して縮小し、過大な体重と相まって空を飛ぶことはできなかったが、太く頑丈な足で地上を歩き回っていた。ガストルニスの種には非常に大型の鳥類がおり、小型哺乳類を捕食していたと長らく考えられていた。しかし、ガストルニスの足根にフック状の鍵詰爪がないことなどの複数の一連の証拠から、これらの鳥類は、 植物植生動物として硬い植物の分野種子を接触していたと科学者は推察している。地球体進化46億年人類への旅や恐竜絶滅哺乳類の戦いに代表される NHK スペシャルなどのメディアでは巨体ゆえに動作が緩慢であったことと進化の過程で早前足の爪が失われていることなどからヒアのドンなど 動物植生の哺乳類に駆逐されて絶滅したとされているが、これは後の研究で有力視されていない。復元と大きさ比較、ガストルニスは大量の化石が知られているが、ガストルニスの最も鮮明な外観は G ギガンテア種のほぼ完全な数点の標本によるものである。ガストルニス属の鳥類は一般に非常に大型で、巨大なくちばしと表面的には、 南アメリカの動物食成鳥類、フォルスラコスカのものに似た頑強な頭骨が備わっていた。知られている中で最大の種 G ギガンテアは、最大のモアに匹敵する大きさに成長し、最大で背丈2メートルに達した。G ギガンテアの頭骨は、体と比べて大きく、そして強靭な構造であった。くちばしは非常に側平たしていた。ガストルニス属の他の種と異なり、 G ギガンテアは骨の上に特徴的な溝とくぼみが存在しなかった。くちばしの上下の接触面は平行に続き、捕食性のフォルスラコスカ鳥類に見られる猛筋類のようなフックもなかった。外尾孔は小さく、目の正面で頭骨の正中線に近接して位置した。椎骨は頸椎でさえ短くて、ふとしましかった。首は比較的短く、 少なくとも13個のどっしりとした椎骨に構成されていた。胴体も比較的短かった。翼は退化しており、上腕骨は小型で非常に矮小化しており、これは現在の低い鳥属の翼のプロポーションに類似する。太い後ろ足は筋肉質ではあれど、高速走行に適した足ではなかった。ある種の推測によると、本属の走行能力は、 原生人類と変わらなかった。足の先に生いた爪は、カギ爪というよりもひ爪に近い、丸まった形状だった。こういった適応は、大型化に伴う体重の激増に対応したもので、ある。こうした爪をしていたため、本族が足で獲物を取り押さえたり、殺したりする能力は低かったと考えられる。足跡の様子からも、こういった考えが裏付けられている。 巨体に見合うように足裏そのものも広かった。ルモアンヌによる1881年の誤ったジー・ G. エジュアード祭のイラストがストルニスは1855年に断片骨格に基づいて記載された。俗名はパリの近くのムードンに堆積したアージル・プラスティーク・類層から最初の化石を発見した熱血感とも呼ばれるガストン・プランテにちなむ。この発見の特筆すべき点は 標本の大きさと、当時は、うわべ秋ら島の巨大な鳥ガストルニスの化石が、最古の鳥類化石の一つであったことである。最初に発見された主治医プリジーンシスの追加の骨は1860年代、半ばに発見された。10年後には、今度は、新主治医エジュアード祭に割り当てられた、完全度の高い標本が発見された。 1870年代に発見された標本は広く流通し、ルモワンヌがこれに基づいて骨格復元図を制作することとなった。これらのオリジナルのカストルニスの化石の頭骨部位は特徴のない断片しか発見されておらず、ルモワンヌのイラストで用いられた骨のいくつかは他の動物の骨であることが判明した。その後、 ヨーロッパのガストルニスは巨大な鶴のような鳥類として長らく復元されていた。1874年にはアメリカの古生物学者エドワード・ドリンカー・コープが別の断片化石の群をニューメキシコ州のワサッチ類層で発見した。彼はこれらの化石が地上生鳥類の独立した属、種に属すると考え、足の骨のいくつかを貫通する巨大な穴があることから古代ギリシャ語で 穴をくぐってという意味のデルタヨタ、タウロイータミューアルファーという語より1876年にディアトリマギガンテアを命名した。1894年にはオスニエルチャールズ・マーシュがニュージャージー州で一つのガストルニスカ鳥類の足の骨を記載して親族新種バールーニツリージェンズに分類したが、1911年にはディアトリマ族のジュニアシノニムであると考えられるようになった。 同じ1911年には追加の断片標本がワイオミング州で発見され、1913年に新種ディアトリマエイジャックスと断定された。1916年にはアメリカ自然史博物館がワイオミング州ビッグホーオン盆地への遠征を行い、初となるほぼ完全な頭骨と骨格が発見され、1917年に記載された。この化石により研究者は 初めて鮮明なガストルニスの姿を手に入れることができた。マッシュー、グレンジャー、ステインは1917年にこのほぼ完全な標本をもう一つの新種ディアトリマ、スタイニーに分類した。G ・スタイニーの生体復元図、タイラムネ類型の羽根で旧式の復元である。1917年ディアトリマが記載された後、 ヨーロッパの新しい標本の大部分はガストルニス族ではなくディアトリマ族に割り当てられた。しかしながらディアトリマの最初の発見の直後、ディアトリマをガストルニスのジュニアシノニムとみなせるほど両者が似通っていることが明らかになった。事実両者が似ていることは1884年にエリオット・カウズが認めていたが、 研究者同士の議論は20世紀を通して重ねられることとなった。ルモアンヌのイラストにある骨格が別の動物と混ざっていることは1980年代初頭に初めて発見され、ガストルニストリアトリマの有意義な比較はこのことによりさらに困難さを増した。これによりヨーロッパと北アメリカの鳥類のさらに大きな類似性を認め始める研究者もおり、 両族は大抵同じガストルニスメアガストルニス化に位置づけられた。新たに認められた類似の度合いにより、数多くの研究者が暫定的にディアトリマがガストルニス族のジュニアシノニムであることを受け入れ、両族の包括的な解剖学的レビューを保留した。従って、正しい本族の正しい学名はガストルニスである。ガストルニスとその近縁族は共に、 ガストルニスカに分類され、長らくツルメと考えられていた。しかし、ツルメの伝統的な概念は、側系統群であることが示されている。1980年代後半に、ガストルニスカの関係の最初の系統解析が行われたことを皮切りに、彼らがガンカモ類や酒ド鳥カを含む、系統群カモメに禁煙であるという合意が得られ、始めた。二千七年の研究では、 ガストルニスカがカモメで非常に初期に枝分かれしたグループであること、カモメ内の別のグループと姉妹群をなすことが示された。ガストルニスカとガンカモ類の見かけ上の禁煙な関係を認め、ガストルニスカをカモメ自体の中に分類する研究者がいる一方、カモメという名称を原生種での未構成されるクラウングループに限定し、 ガストルニス科のような絶滅したカモメの親戚を含むより大きなグループにアンスリモーフという名前を与える研究者もいる。ガストルニス科はそれゆえ自身の目であるガストルニス目に置かれることもしばしばある。NHK スペシャル地球耐震化46億年人類への旅では同じく巨大な地上成長類であるホルスラコスカと まとめて説明されていたが、彼らとの類縁関係は遠い。2007年のアグノリンらによるクラドグラムの簡易版。なお、上のクラドグラムに掲載されたブロントルニスは、胸椎などの形状から、フォルスラコスカとする傾向が強い。2017年のマレーらによる、系統樹の簡易版を以下に示す。G ゲイセレンシスの復元骨格ガストルニスは、少なくとも5種が有効な種であると一般に。 受け止められている。タイプ誌ゴストロニツプリジーンシスは、エベールによる1855年の日本の論文で、記載、命名された。この種は、西部と中央ヨーロッパで発見された、後期赤月新生から前期死神世にかけての化石から知られている。かつては、ジープリジーンシスと別の種とされていたが、現在では、ジュニアシノニウムと考えられている種には、 G. エドウォードシアや G. クラーセニがいる。フランスのマルヌ県に位置するバーに分布したウアベ・アキラ神道からは G. ラッセライがガストルニス族に加えられ、カブチューブシ神道から産出した G. サラシニもヨーロッパ産のガストルニス族に名を連ねた。ドイツのメッセルに分布するチューブシ神道からは G. ゲイセレンシスが報告され、これは G. サラシニのシノニムと考えられているが、2種を シノニムとして扱うには証拠が不十分であり、すべてのガストルニスカ鳥類のより詳細な比較が行われるまでは2種は分けておくべきだと主張する研究者もいる。家庭の小型種 G マイナーは疑問名と考えられている。かつてディアトリマとされていたコストロニツギガンテアは北アメリカ西部の中部指針島から産出した。この種のジュニアシノニムには バールーニツリージェンズやオモーハムファス・ストロッチがある。校舎は、ワイオミング州の株式神党の岩石に由来する、化石に基づいて記載され、プリムストン大学の1927年の遠征で、化石を発見した T.C. ホンストロックへの懸名である。当初オモーハムファス・ストロッチとして記載された化石は、後には、ゴストロニツギガンテアの幼鳥の化石であると、考えられている。 ワイオミング州ーパーク群に分布するシシン島、ウィルット・類イソの岩石に由来する標本 UP ピームプ13,258も、おそらく G ギガンテアの幼鳥であるらしく、その場合さらに若い個体ということになる。中華人民共和国の河南省に分布する全シシ針島に由来するホストロニツ・ゼッチワネンシスは、スネソコンコツのみが発見されている。 当初は別属ズニアナスのたった一つの種として1980年に記載されたが2013年に発表された化石の再評価で当該標本とガストルニスの種の同じ骨との際は小さくガストルニス属のアジア種と考えるべきであると結論付けられたジーニガンテアの標本はう6169の頭骨と化学骨ガストルニスの植生の解釈を めぐって長い議論が続けられてきた。ガストルニツは初期の馬であるヒラコテリウムなど同時代の小型哺乳類を対象とした捕食動物として大抵描かれてきた。しかし足の構造は獲物の高速追跡に適していないとされ、もし肉食性だったのであれば、待ち伏せからの奇襲や群れでの集団攻撃が提唱されてきた。頭骨しばしば、 ガストルニスと比較されがちの大型タイラムネ類は、いずれも植物色、または雑食であり、頭部は小さく、くちばしも鋭くない。ガストルニスの頭骨は体サイズの似た、原生タイラムネ類に比べて大型である。ウィットマーが CT スキャンを用いていった頭骨の生体力学解析では、下顎の大きな穴を通って顎を閉じる筋肉組織が発達していたことが示唆された。 科学は非常に厚く、結果として顎の筋肉のモーメントアームも長くなっていた。いずれの特徴もガストルニスが強力な咬合力を生み出せたことを強く示しており、ライオンに匹敵する可能性も導き出された。ガストルニスの頭骨が植物植生にしては必要以上に頑丈すぎると提唱し、もがく獲物を強力な構造のくちばしを使って鎮圧し骨を割って、 骨髄を抜き取る動物植生動物としてガストルニスを解釈する従来の説を支持する研究者もいる。一方でフォルスラコスカや猛禽類に見られるフック状に卓越したくちばしといった動物植生鳥類の特徴が頭骨に見られないことをガストルニスがある程度植物植生あるいは雑食性に特殊化した証拠とみなす研究者もいる。 彼らは、ガストルニスが巨大なくちばしを使って、硬い好みや種子といった硬い食物を割っていた、可能性があるとした。ガストルニス化とされる足跡が2012年に、記載されており、この足跡から強く、フック状になった爪が後足になかったことが示され、ガストルニスが、捕食動物の生態をしていなかったことを示唆する、もう一つの証拠となっている。より最近の証拠では、 ガストルニスが真に植物植生であった可能性が高いことが示唆されている。トーマス・ツツケンラによるガスルトルニスの骨のカルシウム同位体の研究によればガストルニスが植生として肉を接触していた根拠は示されなかった。この地球科学的解析ではティラノサウルスレックスといった基地の化石種の動物植生動物と比べてガストルニスの植生は 植物植生の恐竜や哺乳類に近いことが明らかにされた。こうして飛べない鳥の中で動物植生の主要なグループはフォルスラコスカのみとなった。ただしくちばしの形態が肉食に適していなくとも低い頻度ながらネズミ程度の小動物や死肉を補助的に食べていた可能性は残されている。例えば原生の低い鳥は果実を主食としているが、 機械さえあれば小動物をついばむことが知られている。スペインに分布する、後期ツキ新生の堆積層とフランスのプロバンスに分布する、前期死神世の堆積層から、巨大な卵の殻の断片が産出している。これらの卵は、オーナサリスズという学名をつけて記載され、おそらく、ガストルニスに由来するものである。 オーナサリスズとガストルニスの化石は直接関連してはいないが、同じ時代と地域から十分な大きさの他の鳥類は発見されていない。大型のディオゲノルニスやエレモペズスが死神島から知られているものの、前者はまだ当時テチス海で、北アメリカから隔てられていた南アメリカ大陸、後者はそれほど広くないとはいえ同じく伸びたテチス海により、 ヨーロッパから隔てられていた後期死神予のアフリカ大陸北部から化石が産出している。これらの断片には元の卵を復元するために十分な大きさのものもある。卵は厚さ2.3から2.5ミリメートルの殻に覆われていて、長径24センチメートル、短径10センチメートルとされ、ダチョウの卵の約1.5倍の大きさであり、より丸みを帯びた。 タイラムネ類の卵とは形状も大きく異なっていた。レミオルニスがタイラムネ類である可能性はかなり低いが、もし正確にそうであると同定された場合、ガストルニスは依然としてこれらの卵を産むことのできた唯一の動物ということになる。レミオルニスは当初2002年にマラコフスキーによりゴストロニスマイナーとして記載されていて、 少なくとも一つの種がガストルニスよりも小型であったことが知られている。これは、プロバンスの暁、新生の堆積物からも発見されている、原生のダチョウのものよりもやや小さな卵の意外とうまく一致しそうであるが、実際には、乱獲の化石は、レミオロニスの骨が発見されていない、死シ神シヨの地層からも発見されている。 g ニアンテアの骨格復元複数のアシアト化石のまとまりがガストルニスのものであると推察されている。一つのアシアト群がビルドフランス地域兼バルドワーズ兼モンモランシーの後期神金与に相当する石膏から別のアシアト群がパリボンチの他の場所から1859年以降の19世紀中に報告された。ジュールデノワイエが最初に アルフォンス・ミルヌ・エドワールが後に記載した、この足跡化石は19世紀後半のフランスの地質学者に周知されるものとなった。これらは関連する骨が発見されていなかったため、チャールズ・ライエルの著書エレメンツ・オブ・ジオロジーで、化石記録の不完全性の例として議論された。残念ながら、皮膚構造まで細かく保存されていたこれらの優れた標本は現在では失われている。標本は、 デノワイエが研究を始めた時に、フランスの国立自然史博物館に運び込まれ、最後に文書化されたのは1912年に開催された国立自然史博物館の地質学展示会についての記録であった。これらの足跡のうち最大のものは、紙一本の印象のみで構成されているものの、長さ40センチメートルに達した。パリ盆地由来の大型の足跡も、 さらに2000万年古い南フランスの卵の殻と同様に巨大なものと単に大きなものに分けることができる。もう一つの足跡の化石記録は現存する一つの足跡から構成されているが、それはさらに物議を醸すものであることが証明されている。この化石はワシントン州ブラックダイヤモンド周辺のグリーン川の谷の上部士浸島に相当する。 ピュージェット総群の岩石中に発見された。この発見の後、足跡化石は1992年5月から7月にかけてシアトル地域で大きな関心を集め、シアトルタイムズ誌に少なくとも2本の長い記事が掲載された。本物か偽物か様々に言われた鳥の足らしいこの一つの印象化石は、ナマコン化石タクソンオーナサフォーマイプスコントラバースス。 として記載された。幅は2 7トル長さは3 2トルに達し、第一子はなかった。この足跡化石の記載から14年後、この標本の審議についての議論には決着がついていなかった。標本は2006年現在ウェスタンワシントン大学が所蔵している。これらの初期の痕跡化石の問題は、カストルニスの化石で約4500万年よりも、 新しい化石が見つかっていないことである。謎の多いリアトリウマコッティは年代を正確に決定することができなかったもののパリボンチの足跡とほぼ同程度に古い地層から知られている。一方北米では明確なガストルニス類の化石記録はヨーロッパよりもさらに早く終わっているようである。しかし2009年にワシントン州ベリンハム近くで発生した地滑りにより 死神島の茶化となったる理の15ブロックに少なくとも18個のアシコンが露出した。アシコンの年代は約5370万年前と見られ、さらにその解剖学的特徴から足跡を残した動物がガストルニスであることが示唆された。これらの鳥類は捕食者あるいはスカベンジャーであると長らく考えられていたが、猛禽類のような鍵ギ爪がないことから彼らが、 植物植生であったという先の提言が指示された。チャカトナットのアシコンは、ナマコン化石タクソンライババイプスジャイアントスと命名され、絶滅したガストルニス化に属すると推論された。アシアト化石のうち少なくとも10個は、ウェスタンワシントン大学に展示されている。後に植物であると判明した、ガストルニスの生もうとされた。 標本グリーンリバール層から算出したガストルニスの羽毛と思われる絵。ダレン内種によるガストルニスの羽毛は一般にタイラムネ類の一部と同様に毛のように体を覆う形で描写される。これはコロラド州ローンクリークのグリーンリバール層の堆積物から算出した繊維状の構造の一部に基づいており、当初はガストルニスの羽毛を表していると考えられて、 ディアドリマフィリフィラと命名されていた。その後の調査により、羽毛と想定されていたものは、実際には全く異なるもので、植物の繊維であることが明らかになった。しかし、おそらくガストルニスの羽毛と断定されている、第二の構造物が同じく、グリーンリバール一層から産出している。糸状の植物の構造体とは異なり、この孤立した一枚の羽毛は幅広で、 羽のある蝶類の体の体毛と類似する。長さ24センチメートルに達し、明らかに大型の蝶類のものであるため、大きさに基づいて、ガストルニスの可能性があると暫定的に同定された。後期白秋までに、本属の祖先を含む蝶類は多様化していた。ケーピコグラム教会を生き延びた彼らは、 残されたニッチを引き継ぎ売る状況にあり、非鳥類型の恐竜が絶滅した直後に一部の鳥類は地上にも進出した。しかし最近の研究によると、中世代のうちから原生鳥類も地上に進出した可能性がある。適応した時期はどうであれ、ガストルニスは新世代初期の北半球において、大型植物食動物としてのニッチを確立した。当時の哺乳類は、 新生代初期には、その大部分が小型で背が低い原始的な種類だった。これにより、哺乳類や恐竜にあった対抗による食べ分けが成立していた可能性がある。このように哺乳類が多数生息する環境で、鳥類が大型植物食動物の日地へと入り込んだ例としては、エピオルニスや同じくガストルニス科のドロモルニスが挙げられる。北 アメリカで発見された主治医ギガンテアの生態復元図 NHK スペシャル地球耐震化46億年人類への旅では当時巨鳥不在の地であったアジアで哺乳類が高度な進化を遂げることができたと強調されていたがアジアである中華人民共和国からもガストルニス族の化石が発見されておりこの仮説は誤りとなったガストルニスの化石はヨーロッパ西部 アメリカ合衆国西部、中国中央部から発見されている。そのうちヨーロッパから産出した赤月、新生の化石が最も初期のものであるため、ガストルニスはヨーロッパが原産の生物だった可能性が高い。当時のヨーロッパは島大陸であり、ガストルニスは大陸における最大の陸上子則動物であった。このことは、後の孤立したマダガスカルにおいて哺乳類の 大型動物ではなく植物植生の鳥類エピオールニスが最大の陸上動物であったことと類似性を持った。他の化石はすべて死神魚のものであるが、ガストルニスがどのようにヨーロッパから北米やアジアに分散したかは現在のところ判明していない。中国西部の全期死神魚のガストルニスの化石が産出していることから、ガストルニスはヨーロッパから東に広がり、 ベーリング地境を経由して北米入りを果たした可能性がある。また、東と西の両方に広がった可能性もあり、その場合はかつて現在の中央アジアを分断していた、鶴貝海峡を東アジアと北米で別々に渡って到着したことになる。北アメリカと直接つながる立教も知られている。ヨーロッパのガストルニスは北アメリカやアジアの同族よりも長く生き延びており、これは 大陸の孤立化が進んだ時期と一致すると推察されている。かつては死神予に大型化を始めた肉羽目のような初期の肉食哺乳類にヒナや卵を襲われたり獲物を横取りされたりして絶滅したと考えられてきた。この仮説の傍傷として次のような指摘がなされてきた。これらに基づいて記事冒頭のシナリオがメディアによって拡散された。しかし、 ガストルニスの絶滅の原因は今のところ明らかになっていない。ガストルニスは哺乳類が支配的であった動物賞に生息しており、半羽目のような大型動物とも共存していた。また本属と近縁のドロモルニスは、ガストルニスの時代から遥か後の高新魚のオーストラリアでメガラニアのような肉食爬虫類やティラコレオのような 肉食哺乳類と共存していたことが知られている。また、動物植生の巨大な地上生長類のグループである、フォルスラコス科の中にも、少なくとも、つい200万年前まで、北、アメリカに生息していたことが、確実視されている種がいる。また、彼らが生息していた時代に発生した赤月、新生死用温暖化極大のような、極端な気候的事象はほとんど影響を、 与えていないとされる。有名な古生物には往々にしてあることだが、カストルニスにも誤解が多い。しかし本種は誤解の幅や質がイメージをつかむ上で、重大な悪影響を及ぼすため、ここに羅列する。本族をモデルにしたとされるキャラクターが、ジブリ作品やゲーム作品に登場している。また恐竜絶滅後の世界に生息する主要な動物として、何度か映像化されている。 しかし作中では揃って肉食動物とされている。ありがとうございます。